が痛い方向けの整体マッサージを行っていきますね。まずよし、こっちの方が痛いですかね。こっちとこっちだったら、あ、そっちの、ここ痛いですね。ここは痛い側をちょっと丁寧にほぐすことで体の歪みが取れてきます。まあ、こっち側が痛いってことなんで、右側の骨盤とか右足の方にあの歪みの元がありますね。最初よりここ痛くなくなってますね。はい、はい、じゃあこちらも行いますね。痛いですかね。あ、こっちだとこっちの方が痛いですね。今やってることは、筋膜を伸ばしています。全身を覆う筋膜が足裏足先に
つながって、のところで終点支点がありますので、こうして足首の動きを抑えながら行うことによって、その筋膜の歪みとか硬くなって拘縮を取っていくわけですね。ここ最初より痛くないですね。さっきは痛くないです、はい、痛くないですね。
とはうつ伏せで行います。はい、
上になります。ありがとうございます。